東口オーロラモールチュンヌ C1 側、駅名看板更新前、千葉都市モノレール、千葉駅に設置されている、モノレール口改札総合千葉店本館あたり駅と一体的な構造となっている京成千葉駅は、千葉県千葉市中央区新町にある、京成電鉄千葉線の駅である、駅番号は、KS59、当駅は、東日本旅客鉄道、千葉都市モノレールの千葉駅と近接しており、 乗り換え駅となっている。相対式ホーム2面2線を有する高架駅である。下り列車から見て、右に大きくカーブを描いており、静駅上り線と同様に、電車到着時には警告音が鳴り、起動時期内の照明が点灯する。ホームの有効長は8両編成分である。改札口は1階コンコースにある西口改札、東口改札と3階コンコースにあるモノレール口改札の 計3箇所ある。JR 千葉駅の東口に近いのは西口改札であるため注意が必要である。西口改札は駅員が配置され終日営業しているのに対し、東口改札とモノレール口改札は無人であり、営業時間も東口改札が6時から21時まで、モノレール口改札が6時30分から20時30分までと限られている。また、 駅ホームと1階コンコースの間は、エレベーターエスカレーター、階段が設置されているが、3階コンコースとの間には、エスカレーター、階段のみが設置されており、エレベーターは設置されていない。このため、モノレールとの乗り換えなどで3階コンコースと、当駅ホームを行き来する際に、エレベーターの利用を必要とする場合、及びモノレール口改札の営業時間外の場合は、3階コンコースと、 同じフロアにあるそごう千葉店内のエレベーター、センシティタワーのエレベーター、またはモノレール駅のエレベーターを利用し、一旦一階の西口改札を経由する必要がある。駅名表と旅客向け案内では、京成千葉の京成を省略し、表記、故障は千葉としている。京成千葉線は、京成本線、新京成線及び、 京成千原線との直通運転も一部実施している。駅ホームの案内表には、京成千葉線との直通運転の設定がない、成田空港も行き先として表記されている。成田空港方面には、京成津田沼駅にて乗り換えが必要となる。2018年度の1日平均乗降人員は29,174人。統計1で、京成線内69駅中。 第16位であった、千葉線内では最も乗降客の多い駅である。近年の推移は、下表の通り、詳細は、千葉駅駅周辺を、参照駅自体は、蘇合千葉店本館と一体化しており、蘇合本館4階、選手手タワー4階に連絡する、モノレール南口がある。千葉都市モノレール1号線、2号線の千葉駅とは一体的な構造となっており、モノレール口改札から、 連絡通路を通じて JR 線にも乗り換え可能である。当駅西口より、総合本館1階、センシティタワー1階、東日本旅客鉄道の千葉駅南口及び駅ビルのペリエ千葉に連絡し、当駅東口より、高架下商業施設の C1、オーロラモール順ヌ1階に連絡する。詳細は、千葉駅バス乗り場を、参照当駅は、東日本旅客鉄道、 千葉都市モノレールの千葉駅東口、西口駅前ロータリー交差点に近接している、京成電鉄千葉線新千葉駅京成千葉駅千葉、中央駅注釈、編集出典、編集統計資料、編集、ありがとうございます。